福山陽子先生です。よろしくお願いします。弁護士の福山です。なんかすごく若い人ばっかりで、こういったところで話すのがないので緊張してますけれども、本日共謀罪が衆議院で強行採決されましたことに強く抗議をしたいと思います。私はですね、日弁連の憲法問題対策本部で、活動をして改憲や安保法制の問題にずっと取り組んでまいりました。憲法の話から始めたいと思いますけれども、もちろん今年は憲法施行70年です。で、憲法記念日の世論調査では現行憲法が日本にとって良かった、これ 89%、 そういう結果が新聞紙面を飾ったの皆さんご存知だと思います。これ70年の重み、人権保障、平和主義、これが深く定着しているということの表れではあると思います。そして明治憲法の55年間が戦争に明け暮れ、個人の尊厳、人権が踏みにじられてきた時代であったのに対し、この日本国憲法の70年間は一度も戦争の惨禍に見舞われることなく、憲法は一人一人の尊厳と戦後を支え続けてきたと私は思っています。しかしながら、この記念すべき70年を私たちは憲法の危機、立憲主義の危機、そして自由に対する大きな攻撃危機の中で迎えてしまっているわけです。2013年の秘密保護法は知る権利が大きく侵害され、そして2015年の安保法制では平和主義とともに憲法の根幹である立憲主義が破壊され、そして今この共謀罪により私たちの言動が国家の監視下に置かれようとしているわけです。そして国連の特別報告書、これもずっともう皆さんお話しいただいているのかもしれないですけれども、この報告書ではどんな行為が処罰の対象となるのか不明確で、刑罰法規の明確性の原則に照らして問題がある、共謀罪を立証するためには監視を強めることが必要となるが、プライバシーを守るための適切な仕組みを設けることが想定されていない、これは法律家にとっては基本的な話でありまして、こんなことが国際的に言われるようでは恥をさらしているものだというふうに私は思わざるを得ないわけです。そしてさらにこのような経過の中で、憲法施行70年の憲法記念日に憲法尊重擁護義務を総理大臣が具体的な改憲日記を発表しました。秘密保護法で耳と目を塞ぎ、共謀罪で口まで押さえて憲法改正を目指す、こういった国民をバカにする企みは絶対許してはいけないと私は思います。しかしながらですね、この日本国憲法が支えてきた70年、これは決して簡単に壊されることはない。なぜならば、こうして自由と平和を守るため、ここにこんなにたくさんの人が連日国会に押しかけているという、こういう事実があるからです。そして若い世代がここにこんなに大勢いることは、この70年この憲法がこの国に立派に根付いている証拠だと私は思います。ここにいる人たちはこの自由権利を保持する不断の努力を国民に求めた憲法12条を実践している、そして憲法12条を合言葉として私たちは連帯していきたいと思います。言いたいことも言えない監視社会を招く治安立法、共謀罪のある社会で憲法改正議論をさせることは絶対に許してはいけません、絶対にこの共謀罪を廃案にする、平和と自由を守るため全力で共謀罪を廃案にいたしましょう。